リゾート地って割には他の船はいないな。どうする？この辺りを調べて回るか。
けるんじゃないか。そんな話のために呼んだのか。確かにスリーグ族とマーメル族は争ってきた。でもダイトロンが海を汚したせいでマーメル族はニーナ以外全員死んだんだ。手を差し伸べて当然だろ。それに君たちがニーナをのけ者にしたせいで彼女は村を飛び出しダイトロンにさらわれたんじゃないか。だからといってなぜわしらがマーメル族のために戦わねばならん。浜に打ち上げられたあの女をお前が拾ってくるからだ。所詮はマーメル族たぶらかされたのさ。ニーナを悪く言うな。同じアリスティアに生きる者として正義を貫こうとは思わないのか。女にのぼせたおバカ者が偉そうに。おいジャウス、お前もなんか言ってやれ。ええ、別にマーメル族のことなんざどうでもいいさ。だがな、俺たちの海を汚したのはダイトロンだ。このままやられっぱなしってのは性に合わねえな。俺は行くぜ。あいつらの施設をぶっ潰してやる。ありがとうジャウス、君の言葉心強いよ。けっ、おめえのためじゃねえよ。うん、聞いての通りだ。僕たちは行くぞ。賛同する者は手を挙げてくれ。君たちはそれでも誇り高きスリーグの民か。相変わらず空気の読めないやつだよな、お前は。しかし、さあさっさと行くぞ。ニーナはいいやつだった。無事だといいけど。何のことかな。どうやら捕まった仲間を助けに行く相談のようだな。しかもダイトロン絡みだとさ。そりゃ無茶だ。あなたたちは。あ、いや、他の星の人たちのようですね。聞かれてしまいましたか。本気なのか、二人で行くなんて。一か八かは覚悟の上だ。浅瀬になった海を越えてダイトロンの研究施設に向かう。ニーナを助け出すんだ。わかった。おい待て、お前何やる気出してんだよ。ダイトロンと聞いてほっとくわけにもいかないだろう。うん。なんでだよ。ありがたい話だが、これは俺たちの問題だ。よそ者の手を借りるつもりはねえ。ダイトロンはそんなに甘い相手じゃない。仲間は一人でも多い方がいいんじゃないか。せやん、わいら決して足手まといにはならへんで。いらねえと言ったらいらねえ。行くぞフリッツ。なあジャウス、待ってくれ。ジェスター、ほっとけないよね。ああ、やれやれ、俺たちは何者だよ。たくです。エニグマの宝珠が、エニグマの宝珠がなくなってます。なんだと、よく探したのか。はい、もちろんです。どういうことでしょう。まさか
人質のニーナと交換するために持ち出したのか。あいつらに限ってそんな。もう一度よく探すんだ、行くぞ。雲行きが怪しくなってきたな。
相手になってやる。行くよ。こんなもんさ。感謝する。あんなので大太郎に勝てるわけないよ。
あまたの精霊たちに感謝する。死なずに済むもの。やったね。みんなついてきてるか。おい、生きてるか？あらかた片付いたぜ。ジェスター班、分かってる。やるしかない。余計な真似をと言いたいところだが、正直助かったぜ。ありがとうよ。忠告しておく。お前たちだけでダイトロンに歯向かうなんて無謀だ。あとは私たちに任せておけ。言ったはずだぜ。これは俺たちの問題だってな。どうしたフリッツ。彼らの言うことも一理ある。本当に僕たちで戦い抜けるのか。よそ者に助けてもらうつもりか。お前のお姫様をよ。君に言われるまでもない。少し弱気になっただけさ。結構。というわけだ。俺たちは俺たちでやる。ほっといてもらおう。暇はないよ。なんてことない。
ってことないな。とにかく俺たちも急ごう。やるしかない。かかってきなさい。
とこんなもんさ。ジャウスたちより先に着かないとな。次から次だな。来たな。敗者の魂に安らぎあれ。やけに敵が多いな。このルートまずったかも。相手になってやる。私たちの勝ちね。ジャウスたちより先に着かない。借りは返す主義だ。気にするな。張り切ってるようだが、マーメル族ってのは敵じゃなかったのか。マーメルもスリーグも関係ねえ。俺はあいつとの約束を守りてえだけだ。約束？いや、これはニーナだ。今頃ダイトロンの施設で泣いてるかもしれん。助けに行く理由なんて必要ないだろ。あんたらには感謝してるぜ。じゃあな。次から次だな。行くよ。者の魂に安らぎあれ。やけにビーストが多いな。
族風情を仲間に引き込んだが、まあいい、まとめて面倒見てくれる。おお、兄じゃ。こっちの守備は上々だ。エニグマの宝珠もじき手に入る。兄じゃの研究に役立ててくれ。すまぬ、我が弟よ。そんな姿になってもなお私を手伝ってくれるのか。気にしないでくれ。あれはただの事故だ。ルーンの研究が成功したらみんな幸せになれるんだろ。兄者の役に立てるなんてこんな嬉しいことはない。うん。ところで兄者、例のスリーグ族の村にスパイを送り込んだんだ。兄者の言う通り、こっちが手を出すまでもなかった。勝手に殺し合ってくれれば手間も省けるというものだ。所詮は奴らも道具に過ぎん。用が済んだらすぐに消すのだ。承知だ。人魚一匹どうにでもなる。また連絡するよ。今度こそエニグマの宝珠を届けるから期待していてくれ。ゴルバ、お前は私の誇りだ。へへー。イーゼル様、今さらエニグマの宝珠など手に入れても何の役にも立たないのではありませんか。多めに見てやってくれ。は？私の役に立つことがあれの生きがいなのだからな。ジャオスたちより先に着かないとな。こいつがダイトロンの研究施設なのか。ジェスター。は、へえ、ようこそ愚か者ども。お前たちの目的はこの女かな。ニーナ、ニーナ、僕たちだ。もう大丈夫だよ。こんなところまでのこのこと、なんてバカなのかしら。もうあなたたちに用はないわ。ご覧、イニグマの宝珠。なんだよあれ。村の宝だ。どうしてあそこにある。まだわからんのか。お前たちはこの女にいっぱい食わされたのよ。嘘だ。エニグマの宝珠はもともとマーメル族のもの。あなたたちスリーグ族がそれを力ずくで奪った。この宝は返してもらうわ。エニグマの宝珠とダイトロンの科学力があればマーメル族が暮らしていた美しい海がよみがえるのよ。ニーナ、君は騙されている。思い出すんだ、ダイトロンが今まで何をしてきたか。ニーナ。ええ、忘れない。スリーグ族がマーメル族に何をしてきたかならね。私はあなたたちを絶対に許さない。くだらん。そのくらいにしておけ。エニグマの宝珠は手に入った。これで終わりだ。
我らダイトロンの力、とくと味わうがいい。こいつは、くそ、ここは任せろ。みんな、ハサミに気をつけろ。これもダイトロンのビース。Thank you.
ニーナ、ここはうちだよ。村に帰ってきたんだ。村？私は何も言わなくていい。でも私、みんなを。いいんだニーナ、いろいろ考えてみた。もちろん悪いのはダイトロンだ。でも僕たち2つの種族が争わなければこんな事件は起こらなかった。この村を嫌いなら無理にとは言わない。傷が治るまでここにいるといい。そして元気になったらみんなで旅に出よう。旅？忘れたのか、ずいぶん前に約束しただろう。この星の海は広い。きっとどこかに君のようなマーメル族が生き残っているはずだ。その人たちを探しに行こうって。きっと見つかるさ。何年かかってもいいじゃねえか。みんなを連れてまたこの村に帰ってくるといい。僕たちはこの星の仲間だ。よかったな。俺たちだけじゃこうはいかなかった。感謝するぜ海賊さんよ。そういうアンさんもなかなか筋がええで。どや、今度は銀河で人暴れせえへんか。悪くない話だが、聞いての通り大事な約束があるんでな、遠慮しとくよ。なんや、もったいないな。あんたらには返しきれない恩ができた。これで十分とは思えんが、どうか受け取ってくれ。これは何？俺にも昔は夢があったってことさ。あんたなら似合うと思ってな、使ってくれ。じゃあな、幸運を祈ってるぜ。行くといいな。